皆さん今日はちょっと夜遅めでごめんなさいね。そう、フラッペのリップしたもの、ああ、ありがとうございます。続かんって舐めてた。いや絶対そうだと思います。もうね、私のね、私のことを知ってるファンの方は絶対みゆが毎日できひんやろって絶対思ってたと思う。みゆもう無理。うわっ、え、花火飛んでる、めっちゃ綺麗。みゆもう思ってたもん、絶対続かんって。え、これは花火はギフトじゃなくて普通にショールームのあれってことですか？そうやんな。え、めっちゃ綺麗じゃない？泣きそう。なんか打ち上げ花火今年初めて見た。初見です。あやねさんこんばんは。巻き巻きツインテール、あ、またするね。もう全然そんなんしてなかった。3日くらいで終わると思ってた。最近眉毛変えた？え、全然変えてないよ。私ね、眉毛ね、あのアートメイクなのでね、元のなんか土台みたいなのがあるから眉毛の形変えたくても変えれないんですよ。え、ゲリラで花火上がる、めっちゃいいな。どこの花火大会が好き？え、全然さ、花火大会知らんねん。神戸の花火大会ぐらいしか行ったことない気がする。神戸の何やったっけ、海へのとこの花火大会は毎年行ってた。なんか、あ、たくやくん、くまありがとう。いろいろ行きたかったけどもうそんなん行けないからさ、淀川とかも行ってみたかったです。天神も行ってみたかった。意外と県外の花火大会行ったことなかったかも。私兵庫県出身なんで結構兵庫県はいろいろ行きました。そうね、メンバーちゃんとも行きたいね。なんかはあね、28日のさ、ウィルビーアイドル公演のさ、当落出たと思うんですけど、当たったよって方いらっしゃいますか？どれぐらいさ、みゆのファンの人が来てくれるか気になります。ハロー、ハローハロー、香港から、嬉しい。あ、当たった。え、嘘。え、結構めっちゃ当たってる。お昼夜お行くよって。わあ、めっちゃ当たってるやん。嬉しすぎるんですけど。あ、レオパージュ、あ、レオパージュの方も出たの？外れたの慰めて、え、うん、かわいそう。ビルビン昼公演当たってます。下手オッケー、頑張ります。投げ、あー、1日に入りたいから投げてないのね。夜？おお、後ろの戸開いてないです。確かに多いんかな。確かにめっちゃ当たってますね。また最善とか。え、昼夜外れた、マジ？レパージュモバイル外れ、あー、最善、うわ、嬉しい。土日公演行くような。わ、でも、あ、嬉しいです。いろいたくさんいるっぽいね。楽しみにしてます。少なかったら悲しいので。あ、うちは楽しみにしてます。応募しても当たらん、嘘。あ、当たった、おめでとう。あ、結構当たった人多いね、嬉しいです。昼夜頑張れるわ。
夜さもう疲れ果ててたらどうしようね。私も瀬戸里好きです。ウィルビーアイドル公園なんかおしゃれですよね。おしゃれなんていうの可愛いですよね。今日はね皆さんにミユの秘密のノートを見せたいと思います。中身は見せれないです。何だと思います？何の秘密のノートだと思いますか？何色だと思いますか？秘密のノートです。ミユの気になりますよねいやそうデスノートじゃないよこんばんは黄緑ネタ帳茶色ピンク金色水色あデスノートなんか持ってない。見てこれが私の秘密のノートです。水色でしたこれの中身は誰にも見せれない本当にねっ道頓堀落ち込んどんねんの手とか書いてます、はい、中身はちょっとだけ教えました。今このね後ろにねにシール貼ってるんですけど見てくださいこのシールお気に入りのシールです。デスノートじゃないからこんな可愛いデスノートないよMC 周り見るって書いてたわ。誰誰これは僕のヒーローアカデミアの轟翔人くんです同じの買う。轟くん好きやったっけオタクの特徴と何したら喜ぶか書いてそんなそんなこと書いてない。書かなくても分かりますいや私もねワンピース本当に似合わないんですよ。実は本当に似合わへんねん。全然似合ってないの。なんか動画やからなんかそれなりに似合ってるように見えてるだけで、なんかロングワンピースとかこれロングなんですけど似合わないの似合ってないの。なんか短いのしか似合わへん。なんでなんやろな。大人年齢ちょっとから大人な感じになると思ってたんですけどねえ今日も私はファミリーマートのミルクティーを飲んだ。おっタコの花火や。すごい、ありがとうございますキンキンびっくりした。タコがパーンってなってた。タクヤくん、クモありがとう。首詰まってる服、そう新鮮。え、嘘やん。ミユさ首詰まってる服めっちゃ好きなんですけど、なんなら首元ある服ばっか着てない？お花売ってそうそんなメルヘンに見える。あ、リコちゃん花火ありがとう。いちごのガリガリ君食べてます。え、そんなんあるん？美味しそう。ガリガリ君ソーダとかエナジードリンク味は食べたことあります。体型で平服が珍しいです。あー確かに最近ゆうみさんに会えてないです。コンサート以来会ってないかな多分。わあ花火綺麗、泣いちゃうありがとう大地くん。あんずちゃんハートありがとう。
ああ、ナッシも食べたことあるかもしれへん。そう、アイス食べたいなって思ってたの。だからこの後絶対アイス買いに行く。今日は下ジャージじゃないよ、下これやから。じゃあ可愛い髪型じゃないよ。髪の毛ボサボサやから三つ編みしてるやけ。三つ編みは私の中で手抜きって言っちゃあかんけど、手抜きの時やから。あ、でもみんながいいねって言ってくれたから嬉しい。うん、今日はパリって、パリってって何？なんだ？今日のモバメ届きましたか？毎日配信してるよ。今日のモバメ届きましたか？届いてない？嘘。今日はミエのね。嘘でしょ、届いてないの。今日はミエのアレルギーの、アレルギーが発覚した話をしたんです。どんな口で。ミエ実はアレルギーがあるかもしれなくて、その話をモバメで送りました。ウィンクして、はい。あ、できた、できたんじゃない。教えられる。いや、そうかもしれへん。ちょっと面白そう。気になる方はぜひモバメ登録してください。何柄なんやろこれ。花じゃない、はい、分からん。見てください。チーズじゃないよ、配信では言えないアレルギー秘密、配信では言えないアレルギーなの。なんだと思う？まあ届くの楽しみにしててください。え、でもさ、画像大きかったかもしれへんから、もしかしたら届かへんのかな。どうなんやろう。うん、握手アレルギーじゃないよ。どんなアレルギーやねん。こんばんは。変な角度ですいません。もう一回送って、二回届いちゃうかもしれへんや。この花火のさ、ショールームいつまでなんやろ。ねえ。握手はしたい、握手したいから。え、身内にはめちゃくちゃ口悪そうなとこが好き。全然もうそんなことないんですけど。口悪くないよ。どんなイメージですか、私に。私のぽ。モバメ時差やばいな、ほんまに、ほんまにやばい。違うよ、これは反省会ノートです。みんなノートお揃いしよう、だからミエとお揃いしよう。しかしです。サボってる、サボってんの。なんか前髪は、何この前髪。このノートはロフトで買いました。ロフトに売ってます。ロフトに売ってるよ。
ルートセットですよ。わあ花火綺麗。削除しないでね。何を？何をですか？しないよ。あ、みかなさんの TikTok 見た。かわいい。かわいすぎました。そう、くしいっぱいある。でも今のお気に入りはこれ、黄緑。最近黄緑好きかもしれない。かわいいよね。ちょっと前髪崩れてきたから終わるちょっと無理見たい映画、東京リベンジャーズマジで見たい、見たいよ、見に行きたいよ。どんな理由やねん私はそうですよ、前髪崩れたら終わりますよ、いつも。はい、家族見てます、まだ私の配信本当に見たい、東京リベンジャーズ。映画見たらあの漫画アニメ見る予定です。はい、映画見てから見る予定です。みかなさんの喋ってるとこ見たことない。うっそ、めっちゃしゃべります。めっちゃではないんかな喋ります。ちょっとこれ解き終わったらランキング読む。うわ、東京卍ミューミズ懐かしい。俺の推しメン吉沢亮。ああれなんや、ヒロアカの名前何やったっけヒロアカの名前何やったっけ。ロディや、ロディの。あのね、今回のヒロアカの映画の結構メインキャラクターみたいなのロディも声優されてました。ほんまやね、合ってます、間違ってたらごめんなさい推しメン石原さとみめっちゃ可愛いですよね。私もあのような顔になりたい。合ってた合ってましたよかった、間違ってるかと思った。ではランキング読みます。第13位、93、あ見えんかった。第13位、カルちゃんありがとうございます。第12位、シンシグさんありがとうございます。第11位、キンキンありがとうございます。第10位、ユウスケさん、あ氷マークついてる、ありがとうございます。第9位、バラモトさんありがとうございます。第8位、トマトさんありがとうございます。第7位、タケボ、あ名前なんかミュウミュウなんて書いてんのやろ、ミュウミュウありがとうございます。第6位、元気くんありがとうございます。第5位、タクヤありがとうございます。第4位、山ちゃんありがとうございます。第3位、大地くんありがとうございます。第2位、ジュリアちゃんありがとうございます。そして第1位、小熊さんいつもありがとうございます。涙止まらんな、泣いてないやろまあね、明日も会えるんで、はい、みんな今日寂しいぐらいがちょうどいいですきっとねえ、ではありがとうございました。泣いたピエンピエン、スクショタイム。はい、はい、撮れた。今壇上乗った、マジ。アンズちゃんありがとう
バイバーイ。おやすみー。